この動画では反復性肩関節脱臼の画像診断について詳しく説明していきます。反復性肩関節脱臼に関してはレントゲンをはじめ CT、MRI など放射線技師は様々なモダリティで関わる疾患だと思います。特にヒルサックスリージョンやバンカートリージョンなどは有名な疾患であり、それらの病態や画像所見について今回は詳しく説明していきたいと思います。それではまず反復性肩関節脱臼に関する重要な解剖構造について確認していきたいと思います。こちらに上腕骨があり肩甲骨があるわけですが、まずこの2つが上方向に脱臼しないようにこの肩峰の部分とこの緑の右甲肩峰靭帯、つまり、右甲突起と肩峰を結ぶこの靭帯によって右甲肩峰アーチと呼ばれるこのような屋根を形成しています。この屋根のおかげで上腕骨は上方向には脱臼しない構造となっています。脱臼する方向としては前後方向が多く、その中でも特に前方向が圧倒的に多いと言われています。今回の動画でも前方向の脱臼をテーマに扱っていきます。その他脱臼を防ぐ構造物としてまず関節上腕靭帯があります。こちら関節方を構成するひだのような構造物で上腕骨と肩甲骨を結びつけているわけですが、今緑色で示しているのは上方向にある上関節上腕靭帯、こちらが中関節上腕靭帯、こちらが下関節上腕靭帯となります。またこちらの構造物を隠していくと、この部分に関節下を取り巻いている構造物があります。上腕骨頭も隠すとこの構造物になるわけですけれども、この関節下を一周取り巻く繊維軟骨を関節芯と言います。この関節芯のおかげで関節下が少しでも深くなり、より脱臼しづらい構造になっているわけです。このような脱臼を防ぐ構造物として関節上腕靭帯、そして関節芯を一度ご確認いただけたらと思います。関節芯の解剖については別動画で詳しく扱っていますので、概要欄にリンクを貼っておきます。今回は簡単に復習しようと思いますが、関節芯はその名前の通り、唇のように関節下を全周に取り巻く繊維軟骨となります。これがあることによって関節下が深くなり、堤防のように存在することによって脱臼を防止するという働きがあります。逆に、肩関節の脱臼が起きた際には、この関節芯も一緒に損傷してしまう場合があり、関節芯が損傷してしまった場合は、堤防がなくなることになりますので、再脱臼を起こしやすくなります。また、関節下に栄養を供給したり、軟骨を損傷から保護する役割もあります。解剖的に重要なのは、右甲突起がある方を前側、肩峰がある側を後ろ側とし、このように、骨形の文字盤のように解剖を表記することです。この上方向の方向を12時の方向、下方向の方向を、6時の方向などと表記します。また、もっと大雑把に、上方、前上方、前下方、下方、後下方、後上方の6つのセグメントで分ける方法もあります。関節上腕靭帯に関しても同様に概要欄にリンクを貼っておきますが、関節法のヒダーに相当する部分で、上、中、下の3つの関節上腕靭帯があります。肩関節脱臼では、特に60度以上外転させた際の安定性に寄与する下関節上腕靭帯が特に重要です。こちらは、このようにハンモック状の構造となっており、この部分を液化脳と言いますが、前側の付着部を全体、後ろ側の付着部を後体と言います。関節芯は関節下の周りをこのように全周性に取り巻いており、横断像で観察してみると三角形の堤防のような構造をしています。これによって上腕骨が脱臼するのを防ぐという重要な役割を果たしているわけです。また、関節造影の斜視上段で観察してみると、この部分に上関節上腕靭帯、中関節上腕靭帯、下関節上腕靭帯、が走行しており、関節芯と関節上腕靭帯は複合体となっていることがわかります。また、今回の動画では、この関節芯の文字盤のうち、前下方、つまり3時から6時方向を特にピックアップして扱いますが、その部分には、この下関節上腕靭帯の前側のこの全体の部分が走行しており、この部分が損傷するということは、同時にこの部分が損傷する可能性もあるということです。この解剖構造についても一度確認していただけたらと思います。
今回は症例から提示したいと思います。48歳男性で自転車同士の事故の症例です。レントゲンが施工され、正面像で明らかに上腕骨頭が関節下から外れ落球していることがわかります。整復が行われ、その整復後の CT では、この肩甲骨の前側の部分ですね、関節下の前方に骨折が見受けられます。また、上腕骨頭もこの後ろ側の部分に関節骨折があることがわかります。その後 MRI が施工され、T2 スター強調画像の横断像では、CT で骨片があった周囲の関節芯に信号変化が見受けられ、損傷が疑われます。また T1 強調画像の横断像では、関節骨折があった部分に低信号があり、骨髄浮腫を伴っていると考えられます。脂肪抑制の T2 強調画像環状断では、液化脳の周囲に毛羽立ち像が見受けられます。以上より、肩関節の前方脱臼に伴ったバンカートリージョン、ヒルサックスリージョン、また関節上腕靭帯の損傷が疑われた症例でした。用語について少し整理すると、不安定肩という病態があり、反復性肩関節脱臼と同様肩に分かれます。外傷などによって肩関節が脱臼すると、それに伴い関節芯などの脱臼を防ぐ構造物が損傷してしまうため、脱臼を繰り返しやすい病態となります。それによって脱臼を繰り返すことを反復性肩関節脱臼と言います。同様肩については、生まれつき肩関節が緩く外れやすい病態を言います。人体の関節の中で肩甲上腕関節は特に脱臼しやすい関節で、若年成人に多く、初回脱臼の原因は外傷が 90% 以上とされています。前後方向の脱臼でいうと、前方脱臼の方が圧倒的に数が多く、初回脱臼の年齢が低いほど再脱臼しやすいとされています。例えば20歳以下で初回脱臼が起きた場合には 80% の方が再脱臼を経験し、40歳を超えた段階で初回脱臼を経験した場合には再脱臼の数は非常に少なくなります。肩関節脱臼に関しては基本的にレントゲンで診断可能です。前方脱臼、後方脱臼の症例を示しましたが、圧倒的に多い前方脱臼に関しては正面でも脱臼が明らかです。後方脱臼に関しては正面だけでは中には分かりづらい症例もあるとされています。前後方向のどちらにずれているかに関しては、このようなスカプラワイ撮影や軸位撮影を取ることで診断可能です。右後突起側にずれている場合は前方脱臼、右後突起と反対側の肩峰側にずれていれば後方脱臼ということになります。患者さんの撮影の負担を考えると、軸位撮影では少し負荷が多いと考えられますので、このようなスカプラワイ撮影で板を背中に置いて正面から撮るというのが一番負担が少ないと思われます。ここで頻度が高い前方脱臼によって損傷する部位について見ていきたいと思います。こちらの画像で、こちらが上腕骨頭、こちらが関節下に当たりますが、こちら側が前側、こちら側が後ろ側とします。このような前方脱臼が起きた際に損傷する部位としては、上腕骨頭、関節芯、関節素胞の3つがあります。こちら前方に脱臼し、この部分で衝突が起きていますが、この上腕骨頭のこの後ろ側のくぼみをヒルサックスリージョンと言います。またこの衝突でこの関節芯の部分にも損傷が起き、こちらをバンカートリージョンと言います。またこの前方脱臼が起きた際に、このように前側の壁の部分も損傷するわけですが、具体的には関節包の関節上腕靭帯の損傷も起きるということになります。ヒルサックスリージョンとバンカートリージョンに関しては、言葉がややこしくて覚えづらいという方もいらっしゃるかもしれませんが、土手は英語でバンカー、丘は英語でヒルとする覚え方があります。これはどういうことかというと、まず、この上腕骨頭が丸いイメージを持ち、それが収まっているこの関節下が平らなイメージを持ちます。そして、土手というのは平らなイメージがあり、土手は英語でバンカーですので、平らな関節下の損傷、つまり関節下の関節芯の損傷がバンカー、バンカートリージョンとする覚え方。丸い上腕骨頭の損傷が、丘は丸いイメージがありますので、英語でヒル、ヒルサックスリージョンとする覚え方です。こういった覚え方をすると、この二つが少しでも覚えやすくなると思います。また、このヒルサックスリージョンとバンカートリージョンに関しては有名ですけれども、この前側の壁にあたる関節上腕靭帯の損傷も忘れずにチェックする必要があります。こちらは肩関節の前方脱臼の症例で、整復前に撮影された CT 画像となります。こういった画像をしっかりと見ることによって、前方脱臼が起きた際にどの部分が損傷したのかがイメージしやすくなります。まず、
関節下もしくは関節下を取り巻く繊維軟骨である関節芯に関しては、右後突起がある前側のやや下側、つまり前下方が損傷していることがわかります。時計の針に例えると3時から6時方向が損傷するというのが関節下もしくは関節芯の損傷の特徴です。それに対して上腕骨頭に対しては横断像を見てみると、この後ろ側が損傷していることがわかります。後ろ側のやや上側、この部分ですね、つまり後上方が損傷するというのが上腕骨頭の損傷の特徴です。こういった損傷の部位に関してはこのような文字で覚えるというよりも、こういった実際に脱臼している画像を頭に叩き込むことによって覚える方が頭に入りやすいと思います。ヒルサックスリージョンは肩関節の前方脱臼による衝突によって上腕骨頭後外側部に陥凹骨折が生じる所見です。このような陥凹が非常に深い場合がありますけれども、そのような非常に大きな陥凹は強い力で脱臼したこと、また繰り返し脱臼し溝が深くなっていることを示唆します。このように溝が大きくなってくると、少しのこの上腕骨頭の転移によって再び関節下がはまり込むため再脱臼の原因になってしまいます。また T1 強調画像で低信号であったり T2 強調画像系で高信号の骨髄浮腫はあまり時間が経っていない前方脱臼歴を示唆します。このヒルサックスリージョンですけれども、よほど大きな陥凹でない限りは治療しないというのが基本的な治療方針となっています。肩関節脱臼によって関節芯の前下方が損傷してしまうことをバンカートリージョンと言います。特にこの時計の文字盤でいう3時から6時方向という方向が非常に重要で、射視上段などで損傷している方向を必ず確認するようにします。 CT では骨折を合併している場合が非常に分かりやすく、骨折を合併している場合をボニーバンカートリージョンと言います。それに対して骨折がない場合をソフトティシューバンカートリージョンと言います。画像診断では関節造影が非常に分かりやすく、関節芯が裂離しその部分に造影剤が流れ込んでしまっていますけれども、そういった所見を探します。また関節造影でなくても T2 スター強調画像の横断像などでは診断可能で、関節芯の信号上昇や主題などを見ていきます。こちらの症例では T2 スター強調画像の横断像で三角形の堤防である関節芯のこの部分が欠損しています。 CT では骨折を伴う骨片は見受けられないようで、このような骨折を伴わないバンカートリージョンをバンカートリージョンの軟部組織バージョンということでソフトティシューバンカートリージョンと言います。前方脱臼が起き、ボディーバンカートリージョンが起きると関節下の骨欠損が起きます。関節下は正面から見るとこのような梨型のような構造をしていますが、このような骨欠損が起き逆梨型のような構造になります。またこの梨型のこの部分がわずかにすり減ることによって直線化する所見が見受けられることがあり、それを摩耗型骨欠損と言います。そのようなわずかな骨欠損も見逃さないことが重要です。また脱臼を繰り返すとこの部分の関節下に骨欠損が起き、この堤防の部分がなくなるためまた脱臼しやすくなるという悪循環に陥るわけです。またこの関節下の骨欠損がどれぐらい起きているのかを評価することが重要で、それには CT のこのボリュームレンダリング像で真ん前から見るビューが非常に有用です。このような仮想的な丸を作ってどれぐらい骨欠損が起きているのかを幅で測定する方法もありますし、その部分の面積を測定する方法などもあります。大雑把にこの肩甲骨幅の 25% を超える骨欠損が起きると手術が考慮されるそうです。今回の症例では液化脳の周囲に炎症を示唆するけばた地蔵が見受けられました。 T2 強調画像のシャーシ上段でも右後突起がある前側、この下関節上腕靭帯の上腕骨側の付着部のこの前側ですね、全体の部分にこのような液体潮流が見受けられ、この部分の損傷が示唆されます。反復性肩関節脱臼ではヒルサックスリージョンやバンカートリージョンは有名ですけれども、関節上腕靭帯の損傷を忘れてはいけません。特に脱臼の方向から下関節上腕靭帯が損傷しやすく、損傷の種類としてはこの液化脳の上腕骨の付着部が損傷するパターンと、液化脳のこの関節下の付着部が損傷するパターン、また両方が
損傷するパターンや液化脳のこの部分だけが破けるパターンなどがあります。特に今回では頻度が高いこのヘイグルリージョンやボニーヘイグルリージョンといった上腕骨付着部の疾患をピックアップして説明していきたいと思います。下関節上腕靭帯の上腕骨付着部での損傷をヘイグルリージョンと言います。名前の通り関節上腕靭帯の上腕骨の剥離という意味です。ヘイグルリージョンもしくはハグルリージョンとおっしゃる方もいらっしゃいます。こちらの症例では関節造影の画像ですけれども、造影剤で満たされた関節液によってこの下関節上腕靭帯からの液化脳が低信号で見えています。そのうちこの黄色の矢印で示した部分のこの上腕骨付着部の部分が欠損しており、こちらが剥離している所見です。それによって造影剤が外に漏れ出してしまっています。こちらのレントゲンの症例のように骨ごと剥離してしまった場合をボディヘイグルリージョンと言います。通常下関節上腕靭帯からなる液化脳はこの部分がくっついており U 字型となっていますけれども、この部分が欠損してしまうことによって形が J 型となり J サインと呼ばれます。こちらの症例ではこの部分が欠損しているため逆 J 型のようなイメージとなっています。反復性肩関節脱臼ではバンカートリージョンが手術適用となることが多いですが、このヘイグルリージョンも合併してしまっている場合にはこの部分も新たに追加で手術する必要があり、術式がさらに複雑となってしまいます。よってこの部分も手術するということを当然事前に知っておくことが重要であって、画像診断で事前に指摘しておくということが非常に重要です。それでは今回の動画の内容についてまとめていきたいと思います。今回は反復性肩関節脱臼の画像診断についてお話ししていきました。肩関節の脱臼に関してはまずレントゲンからスタートだと思いますが、特に前方脱臼が多く、前後方向のチェックにはレントゲン2方向以上でチェックする必要があります。またその後 CT、MRI を撮影することになりますが、前方脱臼で損傷する部位としては上腕骨頭、関節芯、また前側の壁である関節上腕靭帯が損傷します。上腕骨頭の後外側の損傷はヒルサックスリージョン、関節下の前下方の損傷はバンカートリージョンでした。丘は英語でヒル、土手は英語でバンカーという有名な覚え方についても説明させていただきました。またこの2つについては有名ですけれども、マイカーの壁である関節上腕靭帯の損傷も忘れずにチェックする必要があります。上腕骨付着部のヘイグルリージョンについて特に詳しく説明させていただきました。放射線技師としてはこれらの病態を意識しながらレントゲン、 CT、MRI などで適切な画像を提供することが大切だと考えます。以上が今回の動画の内容のまとめとなります。スライド作成に関して参考にした書籍は以下の通りです。今回の動画が皆さんの普段の業務に少しでもお役に立てれば幸いです。それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは放射線技師向けの動画を発信していきます。一流の放射線技師を目指してためになる分かりやすい動画を目指していきます。気に入ってくださった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。